正解に回る。それなんだ。正解に回るというより、300が結構パワフルすぎるって言ったあれだけど、結構急にパワーが立ち上がってくる感じがあるけど、こっちはアクセル開けていったら開けたなりというか。それさっきの300はボコつくから余計に急に立ち上がるっていう感じだったね。まあそれもある気がする。その下の部分はどうなの？こっちもある。あ、それは、あるよ。乗り始め、まあ、だからあんまりエンジンがそんな温まってない状態は、ちょっとついてこない感じが、ちょっと大きい。ね、うん、で、温まってきて、もう一回左右を確認したら、まあ、そんな、さっき1回目、その冷感時に乗った感じよりも、まあ、だいぶ軽減してるなって感じだから、やっぱりまあ温まればだいぶ改善するんだなっていうのは思った。で、雨モード、ウェットモードでなんかそんなに大きな違いがないというか、大きな違いがあるような感じじゃないんだけど、そのボコつくところがウェットモードの方が少ない、軽減してるというか、よりスムーズな感じで上がってくるというか、なのでそれはこっち250の方がだいぶ扱いやすいんじゃないのかなっていう、そういう癖がちょっと弱いというか、薄いというか、その辺のでも評価が、ま、マップを入れ替えたら変わると思う。変わっちゃうと思う。だからこれが現状、何でしょう、現状というか、最高のものですって、うん、まあ、ね、会社側も別に、暫定でとりあえず問題を解消するのにこれ入れときましょうとか、そういうことだろうから、まあまあ、きっと今後変わっていくんだろうけど。エンジンの絶対パワー感とかって絶対パワー感はやっぱりないと。ないけど、だけど、なんていうのかな、スムーズかどうかっていう話になってきたら、きっとそのマップ変えることによって多分変わってくると思うんだけど、その開けた時の絶対的なそのパワー感だとかで言うと、多分きっとそんな変わるもんじゃないと思うから、言うと、その中、まあ、中間位置から高回転側に向けていくと、こっちの方がスムーズ感はある。あっちの方がなんか急激なパワー感が出てるというか、演出が強いというか、っていうような印象。まあ多くの人がじゃあどっち乗った方が幸せになれますかっていう質問があったら、多分ほとんどこっちで幸せになれると思うっていう、その あっちだったらそれこそ生息でちょっとついてこないところが
あって、じゃあそこ解消するためにちょっと空き木に乗ろうって思うと冬にぶれてきちゃうから、こう、まあ、慣れれない人だったらもう常になんか密着して乗っちゃうというか、密着してしまうってになっちゃうと思うけど、こっちはそこまであのパンチがないから、ほとんどの人がスムーズに乗りやすい感じだと思う。だから300、まあ、もちろん高いステアだとか、そういう絶対的なことをやりだしたら、もちろん300が、ね、行くし、いいと思うんだけど、そういうことをしない限りは、僕、どっち乗れますかって言われたら、こっち行って250にします。いうようなぐらい、足と比較すると、こっちの方が扱いやすい。うん、で、きっと足回りとかも同じなんだろうけど、こっちの方がなんかだいぶしっかりしてるというか、動きすぎないというか、だからきっと同じ、ほぼ同じ仕様でダンパーちょっと締めてるか締めてないとか、っていう感じだろうけど。ドローンも2回目なんだよね。あ、そうだと。なんか硬い。渋い。こっちはそうなんだ。この人ばっかり、これ人ばっかりなんだ。これは前のオーナーが全くいない。いないね、こっちにさ。ダンパーは同じように調整したけども、動きが硬い分だけ多分硬かったんですよね。全然こっちの方が、パッと、スピード、全然しっかりしてる、っていう感じだね。それは、当たりが取れてないっていうか、こっちの方が しっかりしてるというか。しっかりしてる印象。奥まで入りきらない。だから、あっちが奥まで入りすぎるというか、こっちがそこまで行かずに収束するけど、あっちはぐーって入りすぎて、まあ、底抜きまでは行かないけど、まだ止まんないのかな、みたいな。まあ、でも、あっちは逆に、その中止が乗るんだったら、もうちょっと、締めりゃいいっていうか。そう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 。でも、まあ、もちろん使っていたら馴染んでいって、ああいう感じになるんだろうから、うん、ああいう感じとか、もうちょっと動くようになってくるんだろうから、うん、まあ、そこはもうちょっとダンパー締めていったりだとか、っていう話だろうけど、25だったらベータの25、スタンダード25と大して変わんないかなみたいなぐらいのパンチ感。だから全然何300がなんかすごいパワフル感を演出しとるというか、ある感じなのに、あれこっちは結構一般者、一般というか一般的な人たちを対象に視野に入れてるのかなっていうような感じ。他の、どこ、LT5 も TRS も、なんか、基本的には25も300も同じような感じというか、同じ方向を見てるような感じだったけど、これは250と300とは、やっぱ対象は変えてるのかなっていうような印象はする。アクセルワークで乗りたい人とかだったら絶対これ。まあ、もちろん300のでもアクセルワークで乗りたい人っているだろうけど、まあ、そうしようと思ったらあっちはだいぶシビアなコントロールしないと。でも本体は300の方がアクセルワークで乗りやすいんだよね。そう、まあ、そういうのね。まあ、そのボコつくところだけ解消したらあっちの方が全然良くなるのかなって感じはするけど、ヨーロッパで作ったマップっていうのはそのまま日本で使えるもんなのかな。そこが違うってことはないのかな。よっぽど標高高かったりしますし、なければ同じだと思うんですけどね。気温もそう変わらないし、ね。まあ、湿度だけちょっと変わるけど。違うよね。うん、まあ、一番違うのはガソリンの負荷が違うから、極端化の高いやつマップ作ったやつを、こっちのいくら廃屋入れても、多少一旦、フォローあると思うから。そうね。